太陽がもっとペカペカ輝いていた。いつか昔の話、古き王の墓に金銀財宝が眠っていると聞き駆けつけた冒険者たち。広く暗い墓の中には孫うことなき金銀財宝と5人のいたずら好きのゴースト。空気と運を読んでゴーストに伺いを立て、時には力をうまく借りて他の冒険者よりも金銀財宝を獲得しましょうという愚者の棺。やっていこう。シャープス。もう勝利条件は簡単で、アイテムカードっていう点数が書かれたカード10点分獲得すると勝利。プレイヤーはドローフェーズ、アイテムフェーズ、伺いフェーズの3つのフェーズを1ターンとし、勝利条件が来るまでずっと回していく。まずはドローフェーズで1枚アイテムを引くんだけれども、最初のプレイヤーはカードを2枚引く。じゃあリスがカードを2枚引くよ。そして今度はアイテムフェーズ、3枚引いたアイテムカードのうちゲットしたいものを自分の前に場に出す。じゃあこの愚者の棺、点数が1点の愚者の棺を獲得したいから前に出すよ。そして最後に伺いフェーズ、ゴースト山札の一番上のカードを引いてアイテムカードに書かれている属性と同じ属性のゴーストが出ればそのアイテムをゲット。アイテムカードには伺い回数の上限っていうのが決められているので、その上限枚数だけゴースト山札を引き続けることができる。でリスの愚者の棺は伺い回数が4回までだから、まあ、まず1枚ずつ引いていくよ。1枚目、宝石。これは愚者の棺と違うカードだから2枚目、ガラクタ。同じマークを引いたからリスはこの愚者の棺を獲得する。そして一応獲得した後も上限枚数分引き続けることはできるけれども、まあやめとくかな。リスはもうガラクタ、愚者の棺を獲得してここで終了。そして終了した場合、次のプレイヤーに自分が持っているアイテムカード2枚のうちどちらか1枚を渡して手番終了。じゃあノンノに1枚渡して終了。はい、じゃあアイテムカード引きます。お基本的にはこれを繰り返していく。でもう一個ゲットの方法が、この属性カードの4枚目を出せばゲットできますよっていうのがあるんだけれども、うん、まあ、そこは出た時に、うんうん、では私はこのマークのカードを出します。4点。4点です。おー、狙ってきたな。上限1点、1回。よし、この1枚にかける。ディズニー、で、このカードはゲットできなかったからここに置く。まあ、捨て場としてね。捨て場で、じゃあ、アミ君にはこのカードをあげよう。あ、こっちか。こっち。ペイントだ。はぁ、じゃあ俺は乗せた水晶を出すぜ。おぉ、これなんて読むの。焦った。よし、赤が、青が来れば、あ、来た。あ、ガラクタのゴーストカードが4枚出たので、これはこれでこのカードはゲット。おー、2点。そしてこの同じ属性が4枚出た時、プレイヤーは伺いフェーズの後にこの各属性に応じたいたずらを必ず行わなければいけない。ガラクタの場合だと全てのゴーストカードをゴースト山札に戻してよく切ると。全部いなくなっちゃうの。バイバイ。ただ俺まだあと2回あるから、あ、2回あの宝石だ。ほら、まあね、まあ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 。そして、まあ、ガラクタが4枚揃ったので、ガラクタのいたずら、全てのゴーストカードを山札に戻してよく切ると。私のターンにはきっと溜まっている。そうね。俺のターンにもきっと溜まっている。いや、私が全部使う。また使う。なんのよ。また同じ糸ずらすればね、また辛いなるからね。そうだよ。じゃあこいつを出して終了。はい、マイガリン。冒険者。足はしがない冒険者でございます。そうやん。まあまあまあ、唐揚げいきます。アイテムカードから1枚。おお、これはいいものが揃っておりますな。だから商人じゃないって。ゴ
全くいらっしゃらないんですけど、そう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 、ゴースト様が全くいらっしゃらないのでお伺いをたくさん立てたいところですが、残念ながら、お伺い回数の少ないカードしか持っておりませんので、とりあえず2枚、うん、でも3出たら3点だから、ね、出たら3点です、うん、おー1枚目2枚目、まあ、3なあそんな2回引いた程度で出たんですよ私の本がしょうがないので、これを弓に、はいはい、おじゃあ私も1枚やっていやじゃあね、言いたいことはね、唐揚げなら分かってくれるはずだ。多分すごい他全員分かんないから、確かに誰も分かんない。私はとりあえず得るところから始めたいので、この愚者の棺を狙っていきたい、うん、私は取るよ。ゴースト1、あおお、これはえお、まさかの、いやー、あと2枚、ゴースト3、出た同じ属性が出たんで、あの先ほどの愚者の棺を取るけど、私は4枚引く。おえ、引いちゃうの？引くよ、ドン。あ、あ、はい、普通に手に入れ、1枚渡すんだぞ。しょうがないな、証明をあげようありがとう。何が回ってるんだよ本当だよ、あ、いいカードもらったね。じゃあリスが1枚引いて、そうだな、じゃあちょっと今もらったカードいいカードが使っちゃうかな。奈落の切れ端、4点のカード。おお。1枚しか引けないけどね。この 青のカード引いてもいいし、緑に4枚目引いてもいいし、ここは勝負でしょ。いやいや。あなた全然出てないのに。そんなすごい。冒険者なのに引いてみせるよ。ガラクタ。ダメでした。ではリスはこれを捨てて、そうだな、このカードをノンノに1枚渡す。はいよ。引くぞ。意外と揃わないね。5分の2引けばもうゲットできるから、ね、これはもういっぱいお伺いを立てるべきだね。おお、お3回お伺いを立てるよ。でいっ、おお、来た、あー、1枚目ゲットやった。そしてあと2枚引くから、なんで私を見るのあと2枚引くからな。あ、武器来い武器来い武器来い、でで、まあそんなもんだよね。そんなもんだよ。まあでもこの山札は全部戻します。そうなんだよな。そっか、あったか、さあみんな最初から頑張るがいい。で、アミ君に1枚渡すのはこのカードにしよう。あ、いやらしいカードまあ